峠の釜飯の話。峠の釜飯の話。峠の釜飯っていうですね、お弁当というか、駅弁というか、そういうのがあるんですよね。で、私はね、小学生の時にですね、遠足に行きまして、まあ、小中学生ですかね。小中学生の時に遠足に行って、で、峠の釜飯っていうのはお昼に出たわけですね。もちろん電車でね、行ったんですけども、確か電車で現地まで行ったんですけども、その、峠の釜飯を受け取ったのはね、電車の中じゃなくて、現地着いてたからだったような気がしますね。うん。だけどなんか駅弁なのかな、みたいな感じで。はい。つまり、その土地のね、観光客の人にが買うそういうお弁当ね。で、特徴があるお弁当ね。それでね、どんな特徴があるかっていうとですね、こうなんていうか、釜なんですね。お釜。お釜っていうのはその、お鍋とかね、土鍋とかやるような、そういうもので、もちろんその、一人分なんで、すごく小さいんですけどね。そうですね。小ぶりな、丼ジャーン。あのぐらいですかね。丼ジャーンぐらいの容量の、お米を炊くようなお釜があって、陶器でできてて。それで、まあ、しっかりした陶器ですよ。うん。中にですね、混ぜご飯のような、火薬ご飯のような、そういうものが入ってたような気がしますね。それで、もちろん上にこう、蓋がしてあって、包装紙がね、噛ませてあって、で、一人ずつになってると。で、みんな一人一個配られて、何これみたいな感じで。でもまあ、お弁当だなってことはわかるから、食べて美味しくて。それで、このお釜どうすんのかなと思ったら、持って帰っていいよみたいな感じで。持って帰んなさいみたいな感じで。置いてくなみたいな感じで。で、家まで持って帰った気がしますね。で、その時ね、覚えてるのは、リュックの中に、峠の釜飯のお釜は、ね、陶器ですよ、陶器。をですね、焼き物の陶器ね。それを入れて持って帰ったんですね。で、家帰って洗ったりと、よく洗ったりとかしたような気がしますけども、で、そのリュックの中にね、そんな大きなね、丼ジャーみたいなサイズのものを入れてるんで、ゴツゴツするっていうね。しかも陶器だから割れ物だから、割れちゃいけないから、だからちょっと替えの衣服とかで包んで持って帰ったような気もしますね。とにかくね、このリュックの形が変形しちゃうほど、傘があるというかね。他にもなんか入れてますからね、リュックの中にね。で、ゴツゴツするし、ちょっと背中がね、ゴツゴツするな、みたいな感じで。そんな記憶がありますね。で、家持って帰って、で、親もですね、別にそれについて聞かなくて。で、なんか、台所で洗って置いといてみたいな感じで。で、結局自分の部屋のね、デスクの上に、勉強机の上に、ポンと置いたような気がしますね。で、まあ、捨ててもいいんだろうけど、なんか珍しいし、いいな、みたいな感じで。で、なんか結局ね、数年間ずっとね、部屋にあったような気がします。で、何に使ってたかっていうと、その茶碗としてね、使ってもいいんだろうけども、私はね、一切茶碗としては使わずに、物を入れる文房具とかを入れるね、小物入れとして使ってますね。使ってましたね。はい。だけどちょっとね、そのインテリアとしては土鍋みたいな、そんな陶器できてるし、ちょっと強すぎるなみたいな感じもありますし、まあ結局ね、捨てちゃいましたけど、まあ、数年間はずっとね、持ってましたね。だから峠の釜飯のね、その器はよく覚えていて、あれ何だったんだろうみたいな感じで。もちろんですね、そのご当地の、特産品ではあると思うんですね。そこの土地で作ってるような業者がいて、で、陶器でね、入れ物作ってると。まあ、なんか言われもあると思うんだけど、
まあこっちは小中学生だからわからないし、でもなんかずっと家にあって、数年間あって、で今思い出してますよね。思い出して、で話してますよね。だからすごいなと思いまして、峠の釜飯ね。普通の駅弁とかお弁当はで、市販のお弁当は思い出さないですね。はい。だけど峠の釜飯だけ思い出してってことは、やっぱりブツがあったからね。陶器のブツがあったから、お釜があったから、それを覚えてると。だから、お弁当とか、そういう消えていくもの？はい。観光地でさらっと食べるような消えていくもの？はですね、その食べた瞬間でも終わりなわけですよね。だから、記憶に残りづらいと。相当なことがなければ記憶に残らないと。で、美味しかったなと思っても、それが何だったのか？名称とかも覚えてないし、その弁当の名称ね。どこで買ったかもあやふやであると。だけど私の場合は、峠の釜飯のお釜をね、家に持って帰って数年間使ってますから、まあ、絶対忘れないわけですよ。だから、何かね、記念になるものを持ち帰らせるっていう戦法、これ結構有効なのかなと思いますね。喫茶店に行った時にマッチくれるとかね、そういった感じですよ。ライターくれるとか。それがあれば、見たら、あそこのライターだとかね、あそこのマッチだとかわかる。また行こうかな、みたいな感じで。そういうのがなければですね、だから友達に連れて行かれた喫茶店とかもね、あ、ここいい喫茶店だな、うまかったな、みたいなね、コーヒーうまかったなと思っても、もう数年経てば記憶なんかなくなっちゃうし。で、仮にね、記憶で思い出したとしても、あれどこだったんだと。あいつと言ったのは分かってんだけど、あれどこだったっけ？まあいいか、みたいな感じで。行かないっていうね。だから、物を持って帰らせるというかね、それはね、非常にこう、食べ物屋であってもね、消えていくようなサービスの場合は、結構大事なんだと。ただ、まあ、単に商品を買って持って帰らせる服屋さんとかね、家電屋さんとか、それは、これ家電のブツがあるから、家電のブツ見れば、これあそこで買ったんだろうか、ことあるごとに思い出しますからね。だから、それは必要ないんだけど、物がないサービスね、はですね、何かしら理由つけて物を持って帰らせるっていうね、記念品を持って帰らせるっていうのは大事なんだなと。最近はね、そう思ってます。